皆さんこんにちは。民衆ライブをご視聴いただきありがとうございます。 MC を務めるつくいです。よろしくお願いいたします。さてこの時間お越しいただきましたのはアシックスの松田紗耶様です。テーマビジネスモデルについてもお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。人事企画部の松田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速企業説明に入っていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。では画面共有していきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。株式会社アシックスの松田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。できる限り質疑応答をなるべく多く時間取りたいなと思いますので、説明少し駆け足になってしまうかもしれませんが、仕事内容ですか、ビジネスモデルといったところご理解いただけるといいなと思っております。ではですね、早速ですが改めまして私の自己紹介からスタートしていきたいと思います。株式会社アシックスで新卒採用インターンシップの担当しております松田紗耶と申します。私はですね、2015年に早稲田大学スポーツ科学部を卒業しまして新卒で入社をしております。最初の配属はグローバル本社である神戸本社の方でアパレル開発部というところに配属をされました。そこではですね、リオオリンピック、パラリンピックの日本代表選手団のウェアであったり、東京マラソンのスーベニアグッズの商品開発に携わっておりました。2年目にですね、場所を東京に移しまして、東京オリンピック、パラリンピックの商品の企画開発担当となり、日本代表選手団のウェアであったり、聖火リレーのユニフォーム、またですね、ライセンスグッズと呼ばれるお土産になるようなものたちの商品の企画開発を行っておりました。昨年の9月までそういったような業務を行っており、パラリンピック閉幕と同時にですね、人事の方に移動してきまして現在の担当となっております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では早速ですがアシックスという会社についてお話をしていきたいと思います。まずは簡単にですね、アシックスの歴史についてお話をさせていただいて、その後にアシックスのビジネス、どういったものなのかお伝えできればと思います。まずは歴史について、簡単にですが、ムービーご用意してますのでご覧いただきたいと思います。After the war, Kyachiro Onitsuka looked around his hometown of Kobe and saw sadness. The youth lacked direction. They lacked drive. They were turning into delinquents. He knew they needed purpose, but wasn't sure how to give them one. Then, in an instant, he had his answer. Sports. Sports had the power to change the minds and attitudes of young kids by giving them goals to strive for.This would become the foundation upon which Onitsuka established the company we now know as ASICS. ご覧いただきましたようにですね、アシックスの創業者である鬼塚喜八郎は、終戦後、若者たちにスポーツの力を通して夢や希望を与えたい、そういった強い思いから、1949年にアシックスの前身となる鬼塚株式会社を創業しました。そこからですね、世界へ向けてビジネスを拡大していこうと考え、ニットメーカーなどと合併をして、総合スポーツ用品メーカーのアシックスが設立をされます。そんなアシックスには、創立当時から受け継がれている創業の哲学というものがあります。それがですね、こちらのアーニマサーナ・インコーポレサーノというラテン語の詩の一節になるんですが、こちらは英語ではサウンドマインド・サウンドバリー、日本語では健全な身体に健全な精神があれかしというふうに訳されます。スポーツを通して体が健康になれば心も豊かになる、そんな思いが込められた言葉です。そしてですね、先ほどちょっとネタバレになってしまいましたが、アシックスという社名はですね、この哲学の頭文字を取って名付けられております。人名や地名の社名が多い中、創業の思いが詰まった名前となっておりまして、従業員の私たちも非常に大切にしている社名です。ぜひ皆さんにも覚えておいていただきたいと思います。さてですね、このようにしてできたアシックスですが、一番最初に作った商品を皆さんはご存知でしょうか。こちらになるんですけれども、実はバスケットボールシューズなんです。なぜバスケットボールシューズだったのかと言いますと、
当時作るのが一番難しいと言われていたからなんです。創業者の鬼塚喜八郎は、最初に高いハードルを超えられれば、その後のハードルもどんどん超えられるという考えから、あえて一番最初に一番難しいシューズを作りました。その開発プロセスで大切にしてきた選手の体や動きを観察して製品の開発に生かすというヒューマンセントリックサイエンスという考え方があるんですけれども、この考え方は創業当時から現在に至るまでずっと変わらずに受け継いでおりまして、今では多くの方々にご愛用いただけるブランドへと成長をしてまいりました。そんな我々、ビジネスを行う上でのビジョンというものがあります。こちらになります。スポーツで培った知的技術により質の高いライフスタイルを創造するというものです。このようなビジョンのもとですね、国際大会を舞台に活躍するトップアスリートなど、常にパフォーマンスの向上を目指すアスリートとともに進化をしてまいりました。アスリートの肉体に真摯に向き合い、人間の動きの本質を探求する姿勢というのは、現在のアシックスの強みの源泉として脈々と受け継がれております。ではここからはですね、視点を現在に移しまして、アシックスがどのようなビジネスをしているのかご覧いただきたいと思います。まず現在、アシックスグループは神戸にあるグローバル本社である株式会社アシックスを母体としまして、海外で55社、日本国内では子会社を11社展開しております。このようにグローバルに展開しているアシックスですが、ビジネスにおいては大きく分けてプロダクトとサービスを提供するビジネスを展開しております。皆さん馴染み深いのは左手にあるプロダクトの部分かなと思いますが、右手にあるサービスの部分にも注力していることをご理解いただきたいと思います。まずはサービスについてご紹介していきたいと思います。上からですね、アプリ等のデジタルサービスとありますが、こちらはアメリカのボストンにあるアシックスデジタルという子会社において主にビジネスを推進しております。そして2つ目、低酸素トレーニング施設。アスリートの方たちが低酸素トレーニングをしているっていうのを皆さんご存知かなと思うんですが、一般の方にもそういったトレーニングをしていただけるような施設というのをアシックスは運営をしております。東京の豊洲と大阪の吹田に施設がありまして、アシックススポーツコンプレックスという子会社においてビジネスを行ってますので、ぜひ興味のある方調べてみていただきたいなと思います。そして3つ目、機能訓練特化型デイサービス。こちらはアシックストライアスサービスという会社においてビジネスをしているんですが、介護事業になります。アシックス介護事業もやってるんだといったところを知っていただければいいなと思います。そして最後、施設管理事業になりますが、こちらは自治体が持っているスポーツ施設、例えばどこどこ総合運動公園とかどこどこ体育館っていうのがあるかなと思いますが、そこの運営受託をアシックスが行っておりまして、アシックススポーツファシリティーズという会社においてビジネス推進しております。はい、ここからはですね、プロダクトについて少しお話をしていきたいなと思います。プロダクトについては皆さんもよくご存知かなと思いますが、アシックスの主なビジネスになっております。プロダクトにおいてはカテゴリー制というものをとっています。大きく分けて上からパフォーマンスランニングカテゴリー、コアパフォーマンススポーツカテゴリー、スポーツスタイルカテゴリー、アパレルイクプメントカテゴリー、そして鬼塚タイガーとなっています。このカテゴリーというのは部門であることを認識していただければと思います。パフォーマンスランニングという部門があって、その中にそれぞれマーケティングのチームであったり、企画のチーム、デザインのチーム、開発のチーム、生産のチームが入っている、そのような組織になっていることをご認識いただければと思います。ここからはですね、各カテゴリーごとにどのような商品取り扱っているのか、どのくらいの売上の規模があるのかご紹介していきたいと思います。まずはパフォーマンスランニングカテゴリーです。ここはシックス全体売上の約半分を占める大きなカテゴリーとなっています。ここではフルマラソンや長距離のランニングに適した高機能ランニングシューズを開発しております。あらゆるランニング体験において気分が上がる、またパフォーマンスを高めることができるように、すべてのランナーに優れたフィット性、快適性、走行効率性や安全性を追求しております。
皆さんもアシックスといえばランニングというイメージがもしかしたらあるのかなと思います。続きまして、コアパフォーマンススポーツというカテゴリーです。ここはですね、アシックス全体売上の約 10% を占めるカテゴリーとなっています。ここでは野球やサッカー、テニス、バレーボール、ラグビー、バスケットボールなどですね、ランニング以外のスポーツ向けシューズにおいてアスリートが高いパフォーマンスを発揮できるよう優れた機能性を備えたものを開発しております。野球の大谷選手やテニスのジョコビッチ選手など国内外ともにトップアスリートとアドバイザリー契約を結んでおり、一般の方からアスリートの方まで幅広い層をサポートしております。そしてスポーツスタイル、こちらはですね、アシックス全体売上の約 9% を占めております。日常使いができるカジュアルシューズ、いわゆるスニーカーですね、を開発しているカテゴリーです。アメリカンスタイルと呼ばれる大きめのシルエットが特徴のスニーカーを主に作っておりまして、スポーツの技術も入れることで、軽い運動はしても問題のないような作りになっております。中にはスケートボーディング用のシューズであったり、トレーニングシューズというのもこちらに当てはまってきます。続けまして、アパレル・イクイプメントのカテゴリーです。こちらはもうその名の通りになりますが、スポーツウェアや用具類を開発しているカテゴリーです。アシックス全体売上の約 8% を占めております。ランニングウェアやトレーニングアパレル、その他競技用のユニフォームであったりファッション向けのアパレルといったものも開発をしております。コロナ禍においてはですね、マスクの開発っていうのも行っておりました。そして最後になりますが、鬼塚タイガーになります。鬼塚タイガーというブランド、ご存知の方いらっしゃいますかね。今後ろの映像を見ていただいて、もしかしたら気づいた方もいらっしゃるかなと思いますが、先にご紹介した4つのアシックスブランドとは別のブランディングを行っています。鬼塚タイガーはファッションブランドとなっています。アシックス全体売上の約 10% を占めており、日本を含めアジア、北米、欧州など33カ国とグローバルに展開をしております。鬼塚タイガーは独自性を高めながら、物だけではなく、歩きやすさなど、テクノロジーで生活を豊かにするブランドを目指しております。その他にもですね、建設現場などで履いていただくような安全靴であったり、ビジネスシーンで履いていただくビジネスシューズ、またですね、お子様向けのキッズシューズなども開発しております。その他ですね、一番右にあります、ウノファというブランドなんですが、こちらライフスタイルブランドになっております。また最後に少しご紹介したいと思います。細かくカテゴリーごとにお話ししてきましたが、全体で表しますとこのようになっています。カテゴリーごとの売上比率になりますが、緑色の部分、こちらはパフォーマンスランニング、ランニングシューズがメインのカテゴリーになります。ここの割合が非常に大きいことがわかるかと思います。ここはアシックスが他社と比較をして特徴の出ている部分でありまして、その他のカテゴリーというのはまだまだ伸びしろがある部分であることがお分かりいただけるかと思います。カテゴリーごとにそれぞれ違った特徴があり、売上の規模というのも異なっておりますが、スポーツの知的技術を生かしながらライフスタイルの向上を目指すというところは共通していることをぜひお分かりいただきたいと思います。そしてですね、地域別に売上見ていきますとこのようになっております。ここではまずアシックスの全体売上の 70% 以上が海外での売上となっていることをご理解いただきたいです。地域別にカテゴリーの割合に違いがあることにも注目をしていただきますと、北米や欧州では緑色の部分、ランニングシューズの売り上げが大きく、中華圏ではベージュの部分、ファッションブランドの鬼塚タイガーの割合が大きくなっていることがわかるかと思います。またですね、日本では子会社も多いためにグレーのその他の割合が大きくなっています。このように地域によって売り上げを構成しているカテゴリーに違いがあることもお分かりいただけるかなと思います。それぞれの地域での売り上げの成果としまして、アシックスは国内のスポーツメーカーで売り上げ1位を築いております。ここからさらにですね、アシックスグループとして大きく発展を遂げるためのステップとして、2030年までのビジョンというものを掲げています。ここでどのようなビジョンを掲げているのかご紹介していきます。ビジョン2030では、今一度
創業の哲学である原点に立ち返りまして、誰もが一生涯運動スポーツを通じて心も体も満たされるライフスタイルを創造する、こちらの実現に取り組んでいきます。ここでのポイントになりますが、誰もが一生涯というところです。スポーツメーカーですが、アスリートだけではなくてですね、先ほどサービスのところでも紹介しましたが、介護事業であったりさまざまなサービスに入っていっておりまして、皆さん誰もが健康でいられるようにといったところ、そこをサポートできるようにしていきたいというところの思いが詰まっております。またですね、心も体も満たされるというワードにあります通り、体だけではなくて心にもアプローチができるようにしていきたいと考えています。ここはブランドのタグラインであり創業の哲学でもあるサウンドマインドサウンドバディといったところを実現していくときに非常に重要になるポイントになっております。2030年に向けて今後注力をしていく3つの事業ドメインご紹介していきます。まず1つ目がプロダクト。ここはですね、今でもかなり大きな割合になっておりますが、さらにお客様の思考や価値観の多様化に基づいてパーソナライズされたプロダクトを開発提案できるようにビジネスを進めていこうと考えております。そして2つ目、ファシリティ&コミュニティ。ここではですね、施設の運営管理であったりイベントの企画を行うことで、今現在スポーツを始められていない方であったり継続するのが難しいなと思っている方に対して、スポーツを始めるきっかけであったり継続をしてもらえるような機会を提供していこう、そのようなところでサービスを充実させていこうといったところになります。そして3つ目、アナリシス&ダイアノーシス。ここはアプリ等のデータを活用し運動プログラムの提供といったようなサービスを充実させていくことで、心と体の健康を実現させていこうと考えています。今ご紹介した3つの事業ドメインには共通したテーマというものがあります。それが1つ目、ツールとして活用していくデジタル。次に、一人一人に合ったプロダクトであったりサービスを開発していくパーソナル。そして3つ目、世界共通の課題であり、今後人々がスポーツと関わり、健康で居続けるために必要な社会環境課題解決への取り組みであるサステナブルです。この3つのテーマを通じてですね、各事業ドメインごと、また各事業ドメインが交わるように取り組んでまいります。イメージとしてはこんな感じです。現在はですね、プロダクトの部分、非常に円が大きくなっていますが、2030年に向けては、すべての円が等しく大きくなるように、またですね、テーマに対してすべてが交わっていくようにビジネス推進していきます。今お話ししたアシックスが描くビジョン、非常に抽象的だったかなと思いますので、イメージをしていただきやすいように、こんな2030年を想像しているというムービー用意してますので、ご覧ください。ここまでですね、かなり駆け足にアシックスの歴史であったりビジョン、今後に向けてのビジョンについてお話をしてきました。ご理解いただけましたでしょうか。アシックスはここまで紹介してきたようなビジネスの拡大と同様にですね、働く人の多様性ということについても注力をしています。ダイバーシティ&インクルージョン、ここで特に強化をしているのが女性の活躍推進です。取り組みとして右上に挙げておりますが、
先ほども少しご紹介したウノハというライフスタイルブランドがあります。こちらは2019年に女性社員のみでプロジェクトが立ち上がりまして、昨年の3月に実際にローンチをされました。これまで培った知見を生かしてアクティブウェアからランジウェアなどのファッションアイテムを多く展開しております。またですね、ウノハでは多くの人々がサステナブルに触れられる機会の提供といったところにも取り組んでおりまして、女性が中心となってこういった新たなチャレンジが生まれていることもぜひ皆さんに知っておいていただきたいと思います。その他にもですね、日本のグローバル本社には16カ国からの外国籍の従業員がいたり、 LGBTQ に関しましても Work with Pride Gold という指標を受賞しております。国籍やジェンダーに関係なく、すべての人が働きやすい環境の構築、情報の発信を行っております。以上で企業の説明を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、ここからは学生の皆様からいただいているご質問やチャット欄に寄せられました質問にご回答いただきます。お時間の許す限りお答えいただきますので、会社のことや仕事のことなどぜひチャット欄へ学生の皆様書き込んでください。では先にですね、事前にいただいておりました質問についてご回答いただければと思っております。まず一つ目の質問になります。どのような人材を求めているか、また新人に期待することは何でしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、アシックスでは新卒採用の時は経営幹部候補になり得るような方っていったところを目的に採用活動を行っておりますので、リーダーシップを持って自律的に仕事ができる方っていったところを期待しております。はい、リーダーシップを持ってとなると、学生時代にはこう積極的に活動されてきた経験がある方にはぜひこうよりですね、お勧めしていきたいというところですかね。そうですね、そういったところをアピールしていただきたいなと思います。ただですね、絶対に部長になってなきゃいけないとか、そういった大きなところでなくってもよくって、例えばグループワークの時にリーダーをした経験があるとか、その程度でも全然問題ないです。ありがとうございます。そうしましたら、チャット欄にいただきました質問にご回答いただければと思っております。まず、いただいておりますのが、配属先は希望できるのでしょうか。はい、ありがとうございます。配属先について勤務地ですかね、それとも部門かな、どちらに関してもですね、会社の方で決めていきます。ただですね、内定から入社までの間に面談といった形でヒアリングを何度もさせていただいて、なるべくそういうような形で進められればというふうに考えております。はい、ありがとうございます。そして2つ目になりますが、英語力は必要でしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、よく聞かれるんですが、あるに越したことはないといったところになります。先ほどの説明でもありましたが、 70% 以上が海外での売り上げといったところで、海外反社とのやり取りというのがどの部門においてもかなりあります。多いところでは、そうですね、1日の9割英語使ってるというような部門もありますので、そういった意味では勉強しておいて損はないかなと思います。ありがとうございます。そうしまして、続いてはスポーツ専門の学校を出ていないと採用されないのでしょうか。はい、ありがとうございます。私がね、スポーツ科学部出身といったところで、結構皆さんもしかするとそういうところを思ったかなと思うんですが、そんなことは全くないです。スポーツ経験してないという方も多くいらっしゃいますし、根底にスポーツが好きとか健康を支えたいとか、あとは最近はですね、グローバルに活躍したいという方がかなり多いかなと思うので、そういったところは気にしないでもらって大丈夫です。ありがとうございます。続いて、若いうちから裁量権を持って働ける機会や挑戦できる環境はどのくらいありますか。はい、ありがとうございます。私の経歴からもわかるかなと思います。私1年目の時からオリンピックの企画に携わるようなことがあったので、特にその社歴がどうとかっていったところあまり関係ないです。ご自身のスキルと、やってみたいっていうそのチャレンジ精神みたいなところが非常に重要になってきますし、チャレンジすること、若手がチャレンジすることをすごくサポートする会社かなと思いますので、どんどんやりな、やっていきなっていったような環境があるかなと思います。素敵ですね。もう積極的に1年目からこうチャレンジができるという環境なんですね。はい。さて続いて、今後応募できるインターンシップの開催予定はございますでしょうか。
ありがとうございます。この後ですね、ご紹介しようかなと思ってましたが、現時点でですね、詳細決まってるものはないんですが、秋冬に向けて、子会社を含めアシックスグループとしてインターンシップ開催のする可能性ありますので、ぜひマイページとホームページと確認していただけるといいなと思っております。はい、適宜マイページやホームページですよね。はい、ご確認いただければと思います。ありがとうございます。さて、続きましていただいているご質問になりますが、御社が現代の日本人にとって早急に改善しなくてはならないと感じる、懸念、心身のですかね、はい、課題は何でしょうかという、すごい難しいご質問いただいたかと。ありがとうございます。そうですね、まず運動習慣といったところですかね、といったところはこちら側からもアプローチをしていきたいなと思ってます。運動習慣なかなか継続的にっていうのが、私自身もなんですけど難しいなと感じる部分があるので、そういったところが継続的にできるような仕組み作りっていうのを、うちから発信できるといいんじゃないかなというふうに思ってます。いや、素敵ですね。またそういった課題に対して、いろんな施策や企画を打ち立てることもできるというところが、よりチャレンジしやすい環境なんじゃないかなと、はい、思います。ありがとうございます。ありがとうございます。またですね、情報系出身の方はどのような職種で活躍されておりますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、デジタル統括部っていうのがあるんですが、それこそ、弊社 EC やってますし、アプリっていうのもかなりやってるんですね。ちょっと先ほど時間がなくてご紹介できなかったんですが、アプリと連動したシステム作りみたいなのに今力を入れていまして、ランニングエコシステムっていうのがあるんですが、詳細でぜひね、ランニングエコシステムって調べていただきたいんですが、例えばマラソン大会に出たいと思っている方がいたときに、じゃあマラソン大会にはどうやって出ればいいんだろうとか、そこまでのアクセスどうするんだろう、そこまでの準備って何が必要なんだろうっていうところを、すべてアシックスがサポートできるような体制っていうのをシステムとして作っていこうとしているところですので、そういったところもデジタルのところがかなり活躍しているんじゃないかなと思います。何事を始めるにもそこまでのステップが結構課題になるものだと思いますけども、全部こうパッケージというか、すべての行動パターンをこう読み解いてやっていく形なんですね。はい、そういった形で、はい、今進めております。ありがとうございます。そして続きまして、こちらも、少々難しい質問かと思うんですけども、介護事業への取り組みをされている点、驚きました。この他に記者だからできる社会問題や事業へのアプローチはございますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、すごく難しい質問かなと思うんですが、いろんなことをスポーツという観点、運動という観点、健康という観点からできることがあるなといったところで、今アシックスベンチャーという子会社もあったりして、新しい事業にどんどん取り組もうとしているんですね。今はスポーツと関係のないことであったり、そういったところに対してもアプローチできるように、体制を整えているところかなと思います。あとはね、今保険会社っていうのも立ち上がりました。ああ、そうなんですね。様々な部分で、はい、やってます。本当に幅広くチャレンジができるというところが素敵ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆様、お時間がございますので、チャットの方にご質問いただければと思いますが、事前にいただいているご質問について、またですね、聞いていきたいと思っております。アシックスで働いていてよかったなと思うことはどんなことですか。はい、ありがとうございます。そうですね、私現在在宅で仕事してるんですけれども、働き方がすごく柔軟かなと思います。フレックスタイム制も取られておりますし、有給の消化率ってもかなりいいんじゃないかなと思います。そういった点ですごく働きやすいです。で、制度面で働きやすいっていうのと、環境面としても、休みやすい空気感であったりとか、上司と部下の関係っていうのがすごくフラッとなんですね。何々部長とかってあんまり呼ばないで、誰々さんって、誰に対してもさん付けで呼ぶような文化がありますので、そういった意味でもすごくフラットな環境かなと思います。そこがいい点かなと思ってます。いいですね。こう人としても温かい方が多い印象はすごくあるんですけども、ね、ちなみにどんな方が多くいらっしゃいますか。そうですね、皆さんもしかすると体育会系の人多いんじゃないかなって思ってる方が多いのかなと思うんですけど、全くそうではなく、
まあ、スポーツが好きとかイベントに対して熱くなるっていう風潮はあるんですけれども、とにかく優しい人が多いですね。人に対して優しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャットにいただいている質問に移らせていただきます。今後の松田さん自身の野望を教えてください。ありがとうございます。私の野望かなりね、広大なものになるんですけど、私自身がちょっと最初に経歴のところからお話しすると、商品の企画開発をやっていて、それはもう私が入る前からオリンピックパラリンピックに携わりたいなと思って、まあ、シックスを選んだ経緯もあり、入ってすぐに結構夢が叶ってしまって、そこから6年間邁進してきたっていったところがあります。でそこが、まあ、東京オリンピックパラリンピックで最大のゴールがこう近づいてきたときに、今度自分がどうしていきたいんだろうっていうのが一回見えなくなったときがあったんですけど、ものづくりっていう面ではなくって、まあ、アシックス自体が私は好きなんだなってことに気づかされ、私が今好きだなと思ってるこの会社をより多くの人に知ってもらいたいし、会社の中にいる人たちに対しても好きっていう気持ちを大きくしていってほしいなっていう思いがあって、バックオフィスである人事の方に来たっていう形になります。なので今現在皆さんにこうやってアシックスっていい会社ですよってこうアピールさせてもらえてる、これをよりどん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 広めていきたいなっていうのが私の現在の野望です。いや素敵ですね。アシックスの良さを社内の人もそうですし、社外の方にもこう知っていただく、はい、そんな何ですかね、エヴァンジェリスト的な立場になりたいということですね。そうですね、めっちゃ野望ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、会社の歴史が長い分社員への教育も充実してそうですが、制度などはあるんですか？また面談やコミュニケーションを取れる機会はありますか？はい、ありがとうございます。そうですね、制度として研修制度もちろんありますので、まあ、それは階層別ももちろんそうですし、ご自身で自律的にこうキャリアアップを目指していただけるような制度っていうのも中にはありますので、どんどん使っていってほしいなと思っているところです。で、面談やコミュニケーションを取れる機会すごくあります。というのが、月に1回必ず直属の上司と面談をしていただいて、そこでの面談っていうのはもちろん仕事の悩みとかも OK ですし、キャリアについてどんどんお話をしていただけるようにっていうので、あえて時間を作ってるっていう形になっています。そしたら定期的に、自分のキャリアを見つめ直す時間なども設けられてるということですね。はい、そうですね、はい、結構自身でこうキャリアを築いていってほしいっていうふうに思ってるので、まあ、あんまりジョブローテーションとか決まった定期的に行われるわけではなくって、人によって全然違うので、そういった点でも自分がどうしていきたいのかっていうのを考える機会がすごく多いかなと思います。あ、素敵ですね。ありがとうございます。さて続きまして、ご自身の趣味や娯楽への時間は十分に取れておりますか？はい、すごく取れてると思います。私、まあ、コロナの前は海外旅行が趣味であったり、まあ、現在も野球観戦が趣味であったり、平日休みたいことが結構多くあって、そういった意味でも、まあ、有給も取れますし、フレックスを使って例えば午前中は、仕事をして、午後からは自分の趣味の方に時間を割くみたいなことも、自分で時間管理をして仕事ができるっていう点ですごく時間は取りやすいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。次の質問です。海外研修制度などはございますか？そうですね、研修の制度は現在ではないです。ただ、海外への駐在っていうのは可能性としてはあります。もちろんこれも配属の部門によりけりなんですけど、海外への興味があるのかなと思いますが、私の同期で行くと2年目にブラジルに行った同期もいますし、3年目にベトナムに行った同期、4年目にアメリカに行った同期で、今年8年目なんですけどオーストラリアに行ってる同期もいるので、まあ、駐在のチャンスっていうんですかね、そういったものはあるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。さてお時間の関係で残り1問2問にさせていただこうと思うんですけども、はい、アシックスに入社して松田さんが苦労したことがございましたら教えていただきたいです。ありがとうございます。そうですね、苦労したこと、そうですね、辛かった、大変だったなっていったところでいくと、やっぱりその最近は直近ではやっぱりコロナの影響が大きくあって、特に私はオリパラだったので、はい、影響というのをものすごく受けました。まあ、そういったところですごい大変な思い、辛い思いっていうのがあったんですけど、
今現在それが辛かったなっていう思い出にはなってなくって、その時に会社の皆さんに、まあ、もちろんサポートもしてもらって、みんなでチームでどうにかしようっていう空気がすごくあるので、それを一緒に乗り越えた達成感みたいな、そっちの方が大きくあるかな。当時はめちゃめちゃ大変でめちゃめちゃ辛かったなって思ってたんですけど、今になって思えば、まあ、すごい会社をより好きになるきっかけになった出来事かなと思っています。ごめんなさい、あんまり回答になってないかな。いえ、あの課題、大変だったことをこうチームで一緒に乗り越えたことで、改めてチーム意識などをこう感じたということですよね。そうですね。ありがとうございます。続いて、はい、最後の質問とさせていただきます。1日のうち9割英語を使う部署があるとおっしゃっていましたが、具体的にどのような部署か教えていただけますでしょうか。ありがとうございます。そうですね、生産の部門であるとか開発の部門っていうのは海外反社とのやり取りがすごく多いんですね。まあ、そういったところもありますし、マーケティングの部門も、海外とのやり取りがほぼほぼになってくる部門があるので、そういったところはかなり多いんじゃないかなと思ってます。はい、はい、英語を使われる方はそういった海外とのやり取りをする部署、そうですね、はい、はい、使うことができるということですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お時間の関係でご質問はここまでとさせていただきます。ご回答いただきありがとうございました。質問いただきありがとうございました。ありがとうございます。では最後に改めまして、学生の皆様へメッセージをお願いいたします。はい、本日はお時間頂戴しましてありがとうございました。ぜひですね、今日の話を聞いてみて、あの関心を持っていただけましたら、弊社のホームページですとかマイページの方でご確認をいただいて、インターンシップ等にご参加いただけると嬉しいなと思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。インターンシップに参加されたい方は企業ホームページやマイページの方をご確認ください。はい、ありがとうございました。今回お越しいただきましたのはアシックスの松田さやま様でした。学生の皆様も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは引き続き民衆ライブをお楽しみください。本日はありがとうございました。